新生ボクシングジムスタッフの前田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今週末に、はい、神戸の中央体育館である、リアルスピリッツね、ボリューム81の、ね、はい、まあ、見どころをちょっとこう紹介していきたいと思うんですけど、はい、ちょうど前田くんの横にあるポスターが、そうですね、これが今回の試合のポスターですね。はい、で新生ジムからは、はい、誰が出場するんですか。まず、はい、マッキー健太、はい、マッキーくんですね。そうですね。で、はい、大峰雄馬選手、はい、で穴口和樹選手、はい、で最後メインイベントで山中龍也選手。はい、ありがとうございます。ちょっとそれぞれのね、選手の、まあ、前田くんから見た所感だったりとか、はい、ちょっとこう簡単にね、紹介していきたいなと思うんですけど、はい、はい、まず、マキくんですね。そうですね、健太は、はい、まあ、この前か、全然負けてしまってるんですけど、はい、まあ、本当真面目な子なんで、はい、まあ、めっちゃ練習してて、うん、本当腐らず頑張ってるからこそ、うん、まあ、勝ちにつながってほしいなと。はい、まだね、プロデビュー去年の11月にしたばっかりなん で、 そうですね、まだね、1年経ってなくて、本当、はい、これからの選手やなっていう風に感じるので。そうですね、今回がまあプロ3戦目になるんで、そうですね、はい、今後に期待ということで、はい、はい、ありがとうございます。次は大峰雄馬くんですね。そうですね、はい、雄馬は今勝ちがないんですよ。あ、プロに転向してから、はい、はい、勝ちがないので、はい、でもアマでは高校時代全国のチャンピオンになってるので、はい、選抜大会優勝してますので、はい、48戦32勝ってね、かなり、そうです ね、めちゃくちゃ勝ってるなっていうので、でね、確かに、まあ、今回がプロ5戦目になるんで、はい、まあ、今回ね、勝ってその勢いのまま連勝を、ね、していってほしいなと、はい、じゃあ、次は穴口くんですね。はい、穴口くんは、まあ、新生ジムのね、スタッフとしても、はいはい、一緒に勤務してもらってますが、どんな子ですか、カズキは。まあ、いい意味でも悪い意味でも駆け引きが すごいこう上手い子やなと。賢い子、賢いなと、頭がいいなっていうのを、はいはい、めちゃくちゃ感じるんで、カズキはもうカリスマやなと、めちゃくちゃ強いです。なるほど、はい、まあ、穴口くんもね、マキくんと同様で、まあ、約1年前ですね、プロデビューが2021年の7月に、プロデビューしてて、まだプロデビュー後は今2戦しかしてないんですけど、まあ、2勝どっちも KO ということで、はい、まあ、前回の試合なんかね、はい、村田選手の試合の前座でやってっていうことでね、見事に綺麗に KO で勝って、そうですね、素晴らしいと思います。ね、穴口君はアマでの戦歴もかなり豊富なんですね。そうですね、アマが確か 76.68 勝、はい、かなりすごいですね。負けるもんですね。勝ちの方が圧倒的に多くて、ね、高校選抜で優勝で国体でも優勝してるっていうことで、本当、はい、全国も2冠取ってるっていうのは、まあ、すごいと思います。そうですよね、新生ジムの中でもかなり、ね、今後が期待されてる選手になるので。そうですね、めちゃくちゃ強いと思います、ね、ぜひまあこの機会に、ね、まだ知らない方は知っていただいて、はい、応援していただきたいと思います。そうですね、最後、まあ、これはメインイベントで出場しますね、はい、はい、山中龍也選手ですね、はい、龍也さんどんな印象ですか。まあ、やっぱ世界チャンピオンのだけあって、すごいこう、なんていうか、技術があるなと、はい、ステップワーク、距離感、うん、でパンチの速度とか威力とかも全部が一級品かなと感じますね。なるほど、僕もね、素人目でこう見ててすごくなんかこう練習風景見てるだけでやっぱりかっこいいなってすごい、そうですね、演技ありますよ ね、感じるというか、めちゃくちゃ強いですね。そうですよね、まあ一回ね引退してしまったんですけど、はい、まあ今年の3月6日にプロ復帰戦をねして見事勝利して、今回が2戦目となるんですが、はい、プロでの戦績はどんなもんなんですか。プロが20戦17勝で OK をか、はい、おー、すごいですね、やっぱり、はい、まあ、元ね、OPBF ミニマム級王者、そして元 WBO の世界ミニマム級王者ということで、そうですね、ね、復帰してまあ2戦目なんで、本当にね、今回勝ってもらって、はい、ね、またチャンピオンにね、そうですね、もう世界チャンピオンになれると思います、はい、また、そうですね、はい、ありがとうございます。で、9月1日には東京の方で妹のすみれさんですね、そうですね、試合があるんですよね、はい、後楽園で、はい、これはタイトルマッチですかね。そうですね、 WBO アジアパシフィックのアトム級のタイトルマッチがあるので、しっかり勝ってつなげていきたいですよね。そうですね、はい、はい、ぜひね、この4選手、
当日ね、あの応援皆さんしていただければと思います。今週日曜日の8月14日は、12時50分頃からアベマ TV で、格闘チャンネル全試合生中継となるので、お楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。